え、気づいてないの？ゆねみってさ、嬉しい時さ、こう眉毛ピクってなるんだよ。絶対嘘だよ。いや、本当だって。え、ないよ。気づいてない？え、言われたことない？ないよ。友達とかに。ないよ。いつもこうピクって。そうそう。絶対嘘だよ。いや、本当に本当に。言われたことない。え、言われたことないの？え、うん、俺みんな知ってると思ってた。知らない。そんなことしてない。気づいてないんだ。ほら、上がった。上がってない。ピクって。なってないって、もうやだ。わかりやす。もう、やめてください。見るのやめてください。嬉しかったんだ。好きって言われて。そりゃ嬉しいでしょ。もうやだ。恥ずかしい。いや、絶対上がってるよ。わかるもん。見なくてもわかるもん。やだ。見て、昨日のみなみの写真いっぱいある。可愛い、どれも。いや、だって声とかめっちゃ良くない？全然可愛くないよ。なんで？いいじゃん。めっちゃブスじゃん。どれが？どれの話？これ、寝顔めっちゃブスすぎない？違う、これめっちゃお気に入り。嘘じゃん。お気に入りに入れてる。嘘だよ。なんでよ。めっちゃいいじゃん。え、消して。なんで？可愛くないよ。めっちゃやだよ。いや、顔を見れるのが彼氏の特権じゃん。え、どうすん、誰かに見られたら。見せないよ。俺が見るだけのやつだから。いいでしょ。いや、恥ずかしいって。待ち受けにしちゃダメ。だよ、なんだよ。可愛いのにして。いや、だってこの状態でも可愛いって。いやいや、可愛くないもん。やばいよ。え、可愛い写真一個もなくない？全部可愛い。写真撮るの下手くそだよ。え、俺が悪い？うん。いや、辛い時に見よう。元気出る？それ元気出るよ。それ変な顔だから面白くて元気出る。違う違う、そういうのじゃなくて、普段これで仕事頑張れるから。そうか、今撮ろうかな。いやだやだ、ダメだ。なんか最近さ、うん、マジでヤバくて、職場が。そんな、うん、新しい人入ってきたんだけど、うん、なんかこの前ヤバかったのが、なんか今あんま忙しくない時期なんだけど、うん、しかも新しい人だから任せることなくて、うん、はいはいはい。なのになんか7時ぐらいから残業代がつくんだけどさ、うん、7時1分まで残業させてくださいとか言うの。何それ、怖い。やばくない？なんかみなみの職場変な人多くない？多い。しかもそれ一応上司に言ったのに、うん、上司共感するだけになりました。動いてくれない。あ、なんかもう疲れちゃうね、人間関係で。だって仕事自体は好きだもんね、今の。そうなの。人間関係か、めんどくさくなってきちゃった。じゃあもういっそさ、俺と一緒に田舎で農業する。農業する。何がいいやろ。野菜。でも野菜大変かな。フルーツとかの方がいい。いちごとか。あ、でも田舎で住むってなったらさ、なんか古民家とかをさ、うん、リフォームしてさ、カフェとかやっちゃう、ついでに。いちご農家でカフェやるの。ジャムも作って、うん、パン好きやからパンとかもなんか焼いて、なんかオーブンみたいなのさ、ありやん。あるね。ピザ窯とかもありやな。いろいろ出てくるね。田舎暮らしは楽しいかな。人間関係とかで悩む必要ないかもな。確かに、蓮くんと二人だもんね。俺今すぐに飲みって言わ、田舎。本当に？いける？全然いける。全然明日からイチゴ作れる。ちょっと待って、今大事なやつ貸してるから。ね、仕事連絡？うん。いい波。いい波。いい波。何？好きだよ。何それ？幼稚園じゃないの？うん。よし、そうでないとだな。え、もう？早くない？うん、え、だってもうこれ駅まで10分くらいだし。そっか、うん、月曜だもんな。そうだよ、ありがとね、昨日楽しかった。楽しかったね、ドライブ。うん、楽しかった。みんないい子だなって思うな。何が？ずっと喋ってくれるしな。うん、眠そうだったけど、眠ないっていう。それはね、ちょっと良すぎた、レン君の運転が。本当？うん。あと音楽のチェイスもいい。いいって、そんな褒めすぎ。焼き物で楽しかったな。楽しかったけどね。
好きすぎて困っちゃう。何それ。行かないと欲しくなるな。何それ。無理。もう行きます。行かないとダメ。待って、送る送る。玄関まで行くか。洗濯も入れてくれた。うん。ありがとう。みなみさ、うん、さっきの17が空いてるって言った。空いてるよ。じゃあその日周り見に行こう。え、似てるって言ってなかった。うん、でも大丈夫、ずらしなかった。え、いいの。いいいい。本当に。うん、お願いって言ったらいいよって言ってもらえたから。大丈夫。うん、全然大丈夫。行こう。行きたい。晴れたらいいね。ね。あと、ひまわり見て、うん、そこら辺美味しいご飯あるかな。それも調べよう。それも調べるんだけど。ありがとうね。全然いいよ。もう寝たかったもん。ねえねえねえ、私の一番可愛いところに気づいてる。たんぬぬ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 。あ、忘れた。昨日さ、あのね、いいよいいよいいの。何何。いや、今日ね、仕事だったじゃん、うん、朝さ、いつも私コンビニでさ、朝ごはん買ってるでしょ、うんうん、で、ちょうど同期で一番仲いいことあって、はいはい、顔色悪くない。そっか、なんか今日元気ないなと思ってたんだよな。普通で元気元気。ちょっと絶対熱あるって。ないよ。ほら、熱あるって。そんな、ちょっとしんどいでしょ。そんな、ちょっとね。ちょっと俺絶対熱あるもん。今日早く休もう。うん、早く、うん、いや、そう、元気ないと思ったもん。いつもメガネじゃないもん。いや、俺を騙そうと思ったら騙せないよ。大丈夫。うん、食欲はある。ある。ここ見ても作ろうか。アイスがいい。アイス、もっと栄養あるもん食べな。今日ピノの気分なの。ピノ、ピノの気分。ピノが食べたい。ピノじゃないと食べれない。熱の時にピノなんか食べたらおはんちゃん。ピノじゃないと食べれない。食欲は、食欲ないです。ピノ、ピノの。じゃピノやったら食べるのね、うん、買ってくるから休んでて、うん、とありがとう。お待たせ。買ってきたよ、ピノ。おー、ピノだ。やったー、ありがとう。ほんまに病人、うん、めっちゃ元気やんか。これ食べたんだよ、みたいな。うん、分かった。ありがとう。一緒に一個分けてあげる。何や、それ。あ、欲しなかった。治んないかもしれない。あ、そんなんやったら、やらんぞ。食べる。